します。このバトル果たして挑戦者は強豪トレーナーたちを相手にどのようなバトルを見せてくれるのでありましょうか。バトルの姿勢に移って、おっと分身を作り出した。おっと糸を吐いた。おっと失敗。さあ熱いバトルが展開されております。おっと張り切っています。さあこれは、おっと分身が攻撃を受けました。さあ激しいバトルです。激しい攻撃、急所にヒット。あーっと一発の攻撃でダウンだ。さあ今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでキャタピーの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。勢いのある攻撃、急所を捉えた。あっとあっけなく倒れてしまった。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでトランセルの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。急所に当たった。あーっと一撃で倒れてしまった。ここで試合終了。このバトルも冷静な判断で勝利を確実にしたい。ここで再起きです。おーっとこのポケモンではまずかったか。あーっと早い、いきなりダウン。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでズバットの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。激しい攻撃、おーっとポケモンの選択を誤ったか。おーっと一発の攻撃でダウンだ。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここで臭い花の登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。おーっと効果は抜群だ。あーっと一撃で倒れてしまった。ここで試合終了。
すぐ後にはジムリーダーが待ち構えているぞ。おっと、いきなりのポケモンチェンジです。ここでダグトリオの登場だ。ここで波乗りだ。おっと、ポケモンの選択を誤ったか。試合開始早々、いきなりダウンだ。さあ、一方的なバトルになってしまうのか。ここでポッポの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。ここで銃弾ボルトだ。おっと、このポケモンではまずかったか。おっと、一発の攻撃でダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。さあ、最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。一方的な試合運びとなっています。激しい攻撃、効き目十分。あーっと、一撃で倒れてしまった。ここで試合終了。ニビジムのジムリーダー、タケシとのバトルです。主に岩ポケモンを使うタケシに対してどのようなバトルを展開するのでありましょうか。ここで波乗りだ。おっと、ポケモンの選択を誤ったか。あーっと、早い、いきなりダウン。バトルは初めから急な展開を見せております。ここで岩悪の登場だ。さあ、まるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。激しい攻撃。おっと、このポケモンではまずかったか。おっと、一発の攻撃でダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでカブトの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1。一方的な試合運びとなっています。この攻撃、強烈な当たり。ポケモン同士の相性の悪さをものともしていません。あーっと、一撃で倒れてしまった。ここでステージクリア。